こんにちは、木下優香のサブちゃんです。ですね、今日はですね、最近私が DIY のお店に行って、なんかめっちゃ可愛い DIY のお店があったんですよ。そこで買ってきた、なんて言うんだっけ、ああいうのって、テープ、なんとかテープ、マスキングテープ、マスキングテープの紹介ですね。はい、これね、うちの扉なんですけど、なんかね、ガラス窓ここにあったんですよ。ちっちゃい細い中途半端にガラス窓のところだけ切れ端が見えるんですよ。それが映った動画を見た人がよく窓が開いてるよっていう、あ、ドアが開いてるよっていうのをよく言われよって、ドアじゃないよっていうのを毎回言うの大変だなと思ってのれんをかけたんですけど、最近ね、 DIY のお店に行ったらのれんよりもっといいものをね紹介してもらって、じゃん、これです。これマスキングテープなんですよ。超可愛くないですか。あ、プライスタグか。これをね、貼ったんですよ、今日。ちょっと時間かかったけど、ちょっとね、本当難しかった。これね、テープ貼ってるだけなんですよ。こういうやつです。これをね、貼ってあるんですよ。端っこはちょっと両端切ったんですけど、ビーって貼ってって作りましたね。結構可愛くできたなと思いました。これどこに貼ってもいいんですよ。こう壁とかにこう貼ってもいいし、模様みたいなね、こう電気とかあるじゃないですか、ここにこう飾り付けで貼ってもいいし、好きなように使えるんですよ。マスキングテープのさ、使い道っていろいろありますよね。めっちゃ可愛い、可愛いなって思いました。はい、で今日はね、こんな感じです。じゃあ、木下優香のサブちゃんでした。バイバーイ。